来世。マメちゃん、トニー、チンチエッケ、キツリン、アイス、いらっしゃい。あとで俺、タバコ買い忘れちゃったよ。来るとき買ってるの忘れちゃったよ。まあいいや。うどーす。あれから、ちょっと音うるせえな。何かを信じてくれたかな。あ、あれから僕たちは信じてくれたかな。したこれよ、店で履いてるクロックスがよ、ぶっ壊れたからよ、店来る途中によ、ドンキ寄ってったの。そしたら、ふざけたやつが売ってたから買っちゃったよ。俺のニュークロックス。見てこれ。舐めてんべこれ。なあ。ああ、ふざけてんだろこれ。変わったよ。もういいや、これで、と思って。ああ。店のバカバカになっちゃったからよ。ああ。それ欲しいが始まった、また。ドンキ行って買ってこいよ。ああ。売ってんだ、おめえ。ああ。ああ、いいね。なあ、バカ言ってんじゃん、店で履くだけだよ。おもじゃ、これで表歩くの、これ。そりゃ勘弁してくれよ、おめえよ。ああ、いや、いや、だからシャレで買ったんだよ、だから。ああ、これいくらだっけな、1000円ぐらいだよ。ああ、1000円ぐらい、980円とかそんなもんじゃねえ。ああ、だから別に、いや、そんなもんだって。うん、あんなんだ、ピーコーのクロックスだもん。だってお前クロックス本物買ったら6000円ぐらいするんだね、あれ。なあ、ドンペンちゃんって言うんだよ、それ。あ、そうなんだ。本物はだって6000円ぐらいするんだよ。ああ、激安ジャングル。ああ、いや、俺、だから、クロックス昨日ぶっ壊れたんだよ。ペラン、ペコペコになっちゃったから、明日じゃあドンキって、どうせ売ってんだろうと思ってたから、ピーコーのやつ。だから、いいや、買ってくれや。だから、
俺にしちまえ。クロックスの本ちゃんは6000円ぐらいするぜ。もう知らなかった？そうだよな。本ちゃん5、6000円するぜ、あれ。うん。俺前持ってたけどよ。これで履き心地を求めてもしょうがないよ。あ、でもクッションは効いてるよ。うん。俺でも買うわ。遊びでな、シャレでな。あれよ、これ子供用もあったからよ。子供いるやつやよ。ガキンチョに買ってやれよ。ああ。小学生ぐらいだと喜んで履くんじゃねえの。ああ。なあ。なあ、子供可愛いじゃん、こういうの履かせたら。ワニマークだったっけな。まあ、とにかくクロックスは、ピンコが出回りすぎて、もう本ちゃんが売れなくなっちゃってんだ、あれ。ああ。ジャンマン、こんにちは。時計どんなやつなの？俺の？これ、スントっていうやつだよ。山用の時計。うん。高度計と気圧計がついてるやつ。これ安いよ、これ。これは5、6万だから。タマさんいらっしゃい。千葉のヤンキーが入ってそう。俺はあれだな。じゃああれか、ドンキで、スウェット上下プレイボーイのやつ買ってくるか。なあ、白地に読め。ピンクでプレイボーイって書いてあるやつ。なあ。コーディネートしないとダメだよな。スントは高いよ。やからかよ。だって、それね、コンビニ前で、うんこ座りしながらカップヌードル食うんだよ。ああ。資料に金のやつ。おい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 。俺、ピンクがいいな。ピンクいのがいいな。昨日もお客さん来てくれた方、ありがとうございました。楽しかったです。はい。あざす。俺今度じゃああれだな。ドンキすぐそこにあるんだよ。5分ぐらいで歩いていきゃ。ちょっと今度ドンキのフルコーディネートしてくるか。なあ。ありがとうございます。で、ついでに、ドンキでモンスターエナジーを3本510円とか言って売ってたからよ。オレンジのモンスターと白と買ってきた。飲まねえけどな、これ。お飾りで置いとくだけ。ああ。だってこれ飲むと調子悪くなんだろ？ダメなやつなんだろ、これ。いや、飲まない、飲まない、飲まない、俺は。俺、炭酸飲まないから。いや、客もっといっぱいあるよ、俺。坂さん。山ほどあるんだよ。めっちゃ俺、帽子持ってっからね。あ、なんかピンクのもあった。
6種類ぐらいあったんだけど、一応この3色買ってきた。3本で510円って言うから、そんな余計な俺飲まねえものそんな買ってこねえからよ。ああ、そう。まあ、俺飲まねえからいいんだよ、こんなの。どうせ飲まずにずっとあの、多分棚の中入ってるみたい。海外のレッド。なんかそれでなんか一回なんかニュースになってたじゃん、お前。なあ。どうもいらっしゃい。今日もいい天気だね。ちょっと今日風があるな。ああ、キャップどうやって保管してます？あの、ツバをよ、先端バサミで挟んで吊るしてるよ。で、洗わねえから。あの、ファブってるだけ、俺は。ちなみに、焼酎のモンエナ割りは結構美味しい。それ、だって高いじゃんかい、これ。これ1本45円くらいだったらいいよ、別に。あげんの。あ、ポカポカしてるよ、今日は。ポカポカしてるけど、風がちょっと吹いてるな。違うよ、俺今日だから、クロックスぶっ壊れたから、昨日。あの、ドンキ寄ろうと思ってたから、今日は公園寄らねえで、そのままチャリでドンキまで行って、そしたら、変なクロックス、偽クロックスを発見したから、それ買っちまったよ。ドンキホです、そうそうそう。あかんね、アメリカのはどのコンは。東京はな、なんか、しとしとピッチャーみてえな。今日も元気に頑張って、おじさんや。なんかよ、体力ついてきちゃってよ。やばいんだけど。ねえ。疲れなくなってきたんだけど。いいことだよな。トシヤさんいらっしゃい。ほらほら、俺が楽しくやってると間もなく逮捕の心境は。なんだよそれ。どうした、イロリン。ボクられたらボクられた時だよ、お前、こんなの。ああ。こんなの。心境もクソもねえよ。慣れっこだからよ、俺は。ああ。肌ツヤがいい？そうだろう。最近風呂上がりにヒアルロン酸とかこんなのってよ、こうやって塗り込んでるからよ。乾燥してくるとな、肌がガサガサになるからよ。ここから爪で使われるのが何が、やっぱよ、あの冬っていうかもう乾燥してくるとよ、ひげ剃り跡がよ、ちょっとなんていうの、ガサガサにはならないけど、やらねえでやっといた方がいいかな。あの今なんかメンズグッズも結構コンビニとかでも着やすく買えんじゃん。
な。今日でちょうど月中か、15日か。今週も週末まで晴れだな。うん。いいことだよ。もうちょっとしばらく雨はいらねえな。うん。そうよ、だって店開けときゃさ、昨日だってちょいちょいお客さん顔出してくれるしさ。で、やっぱり人と喋ってると、生のな、こうネットじゃなくてな、楽しいぜ。ああ、いろんな話聞けたりとか。うん。もう体もよ、もうリズムが慣れてきてるからよ。ああ。オッケーオッケー。名古屋は明日から雨。あ、そう。大阪大丈夫だぜ。うん。ひげ伸ばしてないですね。あ、そう、だから俺、それ、リスナーに賛否両論だったんだよ。髭剃った方がいいとかよ。ああ。俺は別に伸ばしててもいいから思ったんだけど。剃った方がスッキリするじゃんとか言われて。じゃあ一回剃ってみっかって言って、もう剃ったらもうそのままだよ。そう。うん。あれ逆に、髭って部分的に残す方がめんどくせえんだよ。ああ。こうトリミングじゃねえけどやったりとかしなきゃなんねえしよ。ミケランジェロ、いやまだわかんねえよ。こっから先まだわかんねえよ、タイプは。ああ。そこらへんはな、ちょっと借りてくる。これ2杯目。お、グローブじゃねえかよ。今日境どうしようかな。そうそう、トリミングしないとなんないからよ。お前、全剃りの方がいいんだよ。ああ。ひげはな。どっちも似合うからいいな。ハンサムだからね。俺が。そうでもねえよ。ま、ブサイクではないけどな。ベースはな。歯がねえのとかハゲだからもうどうしようもねえけど。あんたたち行くわよ。いいわね。ベビー。ベビーありがとう。おや。あのマフィアスタイルが俺はダメだっちゅう。もうおじさんなんだな。お客さん来て盛り上がりました。昨日お来てくれたね。あ、女子も、うん、いたよ。うん、
ありがとうございます。なんとかなんとかやっていけんだな。でも昨日来た人は、ほとんど新規じゃねえの。新規っていうか、もう。まだまだ大丈夫だな。ニューフェイスが来てくれるぐらいだから。いや。そうだね。今夜も行けたら行きます。はい、よろしく。ありがとう。無理しないでね。うん。こんなクソジジイでも居場所があるっつうな。あ、チェコラいらっしゃい。池袋の事故、あれがやってたら、裁判が乗るもので、なんか、無罪かなんかに主張してんだろ、あの、腐れじじい。まあ、でも、ほっぽらかしといても死ぬよ、あのじじいは。もう、そう長かねえよ。生き方に憧れます。やめた方がいいよ。大変だから。ああ。裁判中に亡くなるけど、だから裁判長引くんじゃねえの？だってどうせ無罪主張してんだから、控訴もするだろう。なあ。腐れじじいだろ、あんなの。普通に考えたら。追加給付金来そうですね。いや、俺その辺の話は全然。うん。誰だあの腐れじじい。いやいや、あれはだって罰金じゃねえだろ。人だって死んじゃってんだから。そうだろ。
後半始まってんだから。略式じゃねえんだよ。交通事案じゃねえから。うん。5万ですけど、何が。あ、何やに、あの、5万円の給付金がね、うん。あ、でも、ちょっと待って。この、ドンキのクロックス、エセクロックス、意外と履き心地いいかもしんね。なんかギッとしてる、俺の足。15万円給付金が出るかもしれないそうです。それは何？市区町村別だろ？経産省が出すの？各自治体が出すの？ってことは、経産省が予算つけるってことか？国がってことだろ？地方自治体じゃねえってことな。みんな詳しいねんなの。ほら、ボケてっからよ。もうそれより店やってよ。お客さん来てよ。冷えたら冷えたらよ。くっちゃべってる方がお前楽しくしょうがねえから、お前見てねえやんな。2時と3時で合わせて15万円らしいです。ねえ。それは全国民にってこと？俺よ、それ所得制限かけた方がいいと思うよ。マジで。うん。正直。なあ。そう、まあね。と思いますけどね、俺は。うん。疲れだれる。だから全員にだろ、うん、でね、それをね、チンコロな、もともと俺らの税金ですからねって言ったら、今度は逆に高額納税者がね、文句言い始めるんだ。わかる？あ、だから、ハイドさん、多分それは、自治体で、国とは別にってことでしょ。うん。そういうことやってる市区町村もあるよ。だって、あっちが金なんだからいいんだよ。ああ。税収多いんだから。公務員にもあげなくていい。まあ、それは賛否両論いろいろあるんだろうけどな。選挙に向けて大キャンペーンだな。ああ、いいんじゃねえの、別に。いや、だから僕じゃね、年収低いやつだけにすれば、もっと配れるだろうって
その所得制限かけるっていう、ね、縛ればいいって言うけど、今度はさ、それがさ、どっから出てる財源かって言ったら税金で、そうすると、税金多く納めてる奴らから、ブーイングが出るわけよ。だからそこのさじ加減だよ。だ本当に困ってる人たちに配るんだったらいいんだけどな。ああ。実際こんなコロナになったって困ってねえ奴もいるんだから。うん、そんなの夜の街に俺だって歩いてるやつは分かるよ。そんなに言うほど困ってねえだろ。いや、確かに潰れてる店とかいっぱいあるよ。俺の店のこの界隈だけで路面店でシャッター降りてんのもう5、6軒あるからな。歩いておめえ1分以内のエリアに。そのすぐ近所にあるネイルサロンなんかはもう潰れてんだろ。あとヘアセット美容室も潰れてんだろ。そりゃそうだよな。ネイルもヘアセットもよ、ホステスがね、出勤前に来てやってんだからよ。ホステス雇ってる店が暇になりゃよ、来るわけねえんだから。ああ。一時な、なんかすごい混んでたけどな。俺店のほら開店準備に来るときに、おい、だいぶここいっぱい人来てんなみたいな。アストンマーチンとかマセラッティがめっちゃ売れてるそうです。知らねえや、それ税金改革じゃねえかよ。ああ、給付金で競馬一定勝負しました。この先どうなるか分かんないけどな。幸せな未来がみんなに待ってるのかどうか。飲食は大変ですね。あ、やっぱ苦労してんじゃないな。あ、と思うよ。うん。そうよ。そんな混んでないよ。大変だと思うよ。特にあの、家賃、賃料が高いところはな。あの、お座敷キャバのな、そう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 、うん。ゴートイーキャやりますか？だって俺んところ食い物なんか出してねえもん。だね、これね、やっぱね、俺もね、いろいろ考えて、ずーっと考えてたんだけど、スパッと食い物、あれもこれもあれもこれもやるのよ、もうやめようと思って、大正解。うん。やっぱりね、明日の仕入れにいくらかかるかなとかね、そういうことをね、考えなくていいっていうのは、ああ。
一番なんかこう悩まるくなったね。最終坂がもうオートイートになりますならないよ。俺別にそんな申請なんかする気もねえし。ラーメン屋はでもダリルよ。ラーメン屋って潰れるんだけど新店舗も多いわけよ。うまいことバランス取れてんだあれ。だって世間にはよ、俺もラーメン屋やってみてえなって思うやつも山ほどいるわけよ。で厨房機材がそのまま居抜きだとあれめっちゃくちゃ高いんだよ、ラーメン屋は。だから厨房機器がそのまんまそっくり残ってる店舗なんで、自力で借りれるゼロからだととんでもない金額かかるから、借り手はいくらでもいるんだよ潰れたら。はい、こんにちは。朝までやってたら飯食った後に行けるのに。何が赤嶺さん。初詣っていうかもう初詣自体がちょっとどうなのっていう話になってんじゃん。ダリルが途中から話に入ってきてんの？違うよ。潰れるラーメン屋が多いですねっていう話になったから、その代わり潰れるのも多いけど、新規で始めるのも多いよって。居抜きだったら、ラーメン屋さんっていうのは、厨房機器だの、設備だの、1から0からな、揃えるんだと、ちょっとやってみようかななんていう軽い気持ちじゃなかなかできないんだよ。設備投資がめちゃくちゃ高いから。だから居抜きだったら、全部揃ってるわけだよね。あと看板すげ替えて、別のやつがやれるだけだから。そうだよ。だから、手打ちそばとラーメン屋は安易な気持ちでやるやつが多すぎる。だから、すぐ潰れるんだよ。と、俺は思うけどね。実際見てるとそんな感じだから。で、大体路面店だろ、ラーメン屋って。あとは家賃との計算だな、勝負だな。大体考えてみるよ、お前。俺のこの家の、家っていうか、店の近所。路面でラーメン屋なんかやってるところって家賃いくら払ってると思ってんだよ。道頓堀だってなんだってよ。そりゃ一杯1000円も取りたくなるよな。そうだろ。だラーメン一杯1000円かけやってよく言う人もいるけど、そりゃ500円じゃ出せねえな、多分。
今から新規を始めてどうですか。あ、ラーメン屋さんを。アイデアじゃないの、やっぱり。一発火がついたら、そりゃ混むだろうな。そういう店も多々あるから。大志様はそれだけ揃ってたらすぐ借りて見つかるよ。まあフルセットだからな。だからそういうことよ、クラマよ。俺が言ってんのは、潰れてもまた新規でも入るんだよ。で、なんでかっていうと、ラーメン屋さんって結構ビルオーナーからは嫌われるの。焼肉屋と焼き鳥屋とラーメン屋はビルのオーナーが嫌う店舗なんだよ。まず匂いとか油とか下水の問題とか、だから入れてるところしか入れない。だから潰れたところにはスコーンって入れる。近隣の問題もあるしな、隣のビルからの苦情とかも。うん。だそういうのを全部クリアしてるから、そういうとこは入りやすい。だから居抜きなんだよ。あんたたち行くわよ、テレビ。昔ラーメンって500円くらいだったのに、いや今だって500円で出せるんだぜ、ラーメンなんて。原価計算すりゃ固定費がいくらかだよ。だからそれに比べたらタピオカ、それはボロ儲けだよ。だからあんなの言っときな。ああで外国人観光客がバカみてえに並んだりとかよ。あんなの一発勝負だから。もう、ほぼ半年ぐらいで、ボロ儲けして、あと、やめちまえばいいやぐらいの感覚なんだから、みんな。ああ。映え系はな、だからインスタ映えするとかなんとかで一発ブレイクして、ボロ儲けしたら、もうそんな店なんかなくなってるよ。パンケーキの店だってそうだろ。なあ、もう今時パンケーキなんか言わねえだろ。なんかガスがパンケーキとかなんか言ってたけど。ねえよ、もうそんな。一時だけ。なもん。そうそう、だから、そう、下水の問題とかもな。あ、ダクトな。うん。ただ、一発当たりゃ、ラーメン屋は、儲かるよ。うん。間違いなく。うん。みんな、あれだろ、ラーメン屋の、あの、生きったラーメン屋のポーズこれだからな、みんな。ホームページ。な。お決まりの。従業員全員で並んで。パータローだろ、あれ。な。みんなパータローだぜ、あんなの。俺から見るやん。ああ。は。タピオカは潰れまくってんじゃなくて、もうある程度十分儲かったからやめてるだけなの。八王子？八王子ラーメンな。
からあの道頓堀界隈たこ焼き屋がどんどん潰れていくような気がするけどな。ああたこ焼きだけは単価上げれねえからな。タピオカ屋が唐揚げ売り出してる。ああこう錯誤してんだろ、いろいろ。ラグがすごい。あ、そう。まあ、いいんじゃねえの。そして頭に、ああ、タオルね。ああ、いや、一回切って付け直してもいいよ。ああ、そうするとラグ解消するから。だから今日、あの、クソサバ繋がってんだろ。それか赤嶺がログアウトしてもう一回入り直せばいいんじゃね。あ、ミルクティーもあるよ。ミラミのあの、ナンバーのとこにあるよ。並んでるよ。おう。タピオカミルクティーな。あ。いいな。吉川晃司もこの頃は生きてたな。吉川晃司もよ、この歌い方、あの、もともと佐野元春から好きだったんだよな。ちょっと似てんだろ、元春の。こんななんかいかねえよ。大体俺が門前仲町なんか行くわけねえじゃねえかよ。楽しい涙変えた。あ、デッキの言う通り。大正解。ああ。短期決戦だよ。ああ。そのパターンだよ。ラーメンはタオル巻いてるのが多い。ああ、イキリ系はな。俺もたまにはカラオケ人からでも行くかな。見かえた。
ってよ。佐野さんからって何が？え？くれない歌ってみてよ。いや、それ動画で上がってるよ。ああ。YouTube かなんかに。へったくそなのな。だって金加工じゃあれもともとまともに真面目にやってりゃあれじゃねえの、水球の代表だったんじゃねえのなあ。インターハイかなんかの。確か。じゃねえのかな。今じゃあ、俳優になっちゃったら完全にな。でも渋いよな。おう。白髪で。イメージがもう一気に変わっちゃったよ。キッカー工事はあれか、コンプレックスとか、組んだりもしてたもんな。これでだいぶ